それでは時間となりましたので、倫理論パート、ソリューションパート倫理論の講義を開始したいと思います。講師として、東大学基礎数学研究所に杉本さんとしてお越しいただきます。よろしくお願いします。タイトルは「倫理論の旧式」というタイトルで講義をしていただきます。それでは早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回板書で講義をしたいと思うんですけど、よく字が小さくて見えないっていう方もこの教室っていうのはこの広場はとても大きいので、その後の人たちはちょっと見にくいかもしれないので、もし受けよかったら前の方をかなりちらちら真ん中の席とか空いているので、今この段階に移動していただけると。僕は雑草学校結構大好きで、学生の時は、会議員賞で、その後は教授の仕事になったので、その後講師としても招かれて、今回は講師として迎えるので、全部で8回結構みんな若い人たちが参加されて、講師の人たちも若い人向けに紙本を話してくれるので、よく分かっているのが、よかったんですけども、僕もそういう質問をしたいと思いますが、ただ3歩まで、法学大学の方に、プログラフィック QCD という今日の話したい QCD とそういう対応関係みたいな話をするんですけども、ディープレイとはっていう基礎的な言葉の説明から始まって、そこまで話すというのは考えてみるととても難しいことで、ちょっと早口になってしまうところとか、止めてもらわざるを得ないところとかたくさん出てくると思うので、適宜質問してください。それではちょっと始めますね。文字の大きさは多分重要になってくると思うんですけど、小さくなってきたら傾向してください。どういう話をしたいかというのは、プランをまず言いますと、まず最初はイントロダクションで、それからまたディープレイとはという話をしたいと思っています。で、その後で、この講義の、メインというキーワード、考え方のキーとなる芸術的ビジュアリティ、お話をして、で、4番目でその目標であるプログラミング、結構発芽を入れると感じられます。で、その応用として、メソッド のいろんな解析を、紹介したいと思うんですが、多分ここで力尽きてしまうのではないかと予想しています。一応ノートは、マリウムをちょっとだけ用意してきました。マリウム解析は、結構見入っていて、大変なんですけども、触りだけちょっと、もし時間があったらやりたいという感じです。ちょっと今はカットしてください。大体、マリオの用意しても、マリオの到達することは考えないので、今日もそうなっちゃうんじゃないかなという気もしていますが、これだけです。で、参考文献、ちょっとあんまり、これっていう、レビューが、見当たらなかったので、その原稿部のエッセンスが書かれている原稿部の原稿
上げますと
で、アトリミオンはこのディラック・エミオンは全部の SUM の基本表現と申します。SD の。こういうセットアップを考えていきたいと思います。ちょっと、この現実の QCD では、MC っていうのは、カラーの数で3ってことが知られていて、注意すると、現実の QCD は、MF っていうのは項目の数で、まあこれ全部で6つ項目が調べてますので、アップダウン、ストレス、チャーム、なんだっけなんだっけな、モードとか、6個調べてますけども、低エネルギーの現象に注目したかったら、そんな重い項目を考える必要がないので、MF っていうのは、考えたい問題によって、自由取れるようにしています。でだから、考えたい項目の数で、例えばアップ項目とアップとダウンの2つだけ考えたかったら NF は2アップダウンとダウン項目がアップですね。アップ項目とダウン項目が、6つの項目なので、とりわけ軽い、項目なので、その軽い分ものだけを考えたらいいのかと。で、また、アップ項目とダウン項目と、その次に軽い、ストレージ項目ですね。を考えたかったら、レベル3という感じで、大体、NF が2か3でと思っていただければ大丈夫です。あるいは、もう今日の項目の範囲だったら NF が2だと思ってもらっても大丈夫です。特にこれから考えたいプログラム QCD で、項目のマスが、項目の質量が0の場合を考えたいので、その場合は NF が2とすると、いい雰囲気になっているセクターになっています。という感じで、ちょっと確認したいんですけど、この白板の下の方って見えますか？この辺に見にくい、後ろの人たちが立たないと見えない感じです。もう一回、こっちに、こっちに、プロジェクターの結果の線で、こっちにかかってる、この向きに見えるんですか？いや、プロジェクターに映ってるんで、大丈夫です。はい、わかりました。それからもう一つのキーワードはディープレイなんですけども、その前の超弦理論ですね。ディープレイは弦理論が進んでいるみたいですので、超弦理論。超弦理論としてもいろいろあるんですけども、それに対して、いわゆるクリティカルスプリング理論というものに限ると、実は5個知られています。で、それぞれ名前がついていて、タイプ1とか、タイプ2A とか、タイプ2B。それから、ヘテロティックストリーム。ヘテロティックストリームには2種類があって、1つは S と3という。ゲージ分が S と3という理論と、E8 かという話。
いくつかあります。よくなんか配分自動を構成したり、なんかカラビアの多様体っていう多様体をコンパクト化して、大統領を作ろうみたいな話をよくされていたのは、テレビ局の28-1ですね。そうなんですけど、今日はむしろそっちのタイプ2A、タイプ 2B という、理論に注目するんですが、とにかく3つ作られています。で、その特徴を挙げると、この5つ全て軸の次元が12度それから全部相対称性があります。上限理論という名前を付けたから相対性があるのは当然なんですけど、次元の現実世界を記述しようと思って、それで安定に存在できるような理論というのをこれから指したいになって、そうですね。で、そういう理論を調べると、相対性があるという言い方ができますね。で、相対性がないような原理論というのもいっぱいあるんですけども、大体なんか多機能モードみたいな不安定モードが生じてしまって、大体ダメです。多機能モードがなくてもだいたい中高が生じてしまって、フラットな4次元が実現できないということがあって、やったらダメなんです。そういう意味で、フラットな4次元が実現できる、現実に近いようなモデルを作ろうと思ったら、どうしても相対性があるようなものを考えている現状ではあります。現実世界は相対性を破れているので、相対性を破ったまま、安定に、して本当に現実世界を実現する原理を作ろうという試みが影響されていて、それは大事な問題だと思うんですが、そういう場合でも多くの場合はこの超限理論から出発して、それで相対性を破ったような範囲の考えですね。で、今日の話も相対性がないような QCD の中ですが、今日の話でも出発点としてはこの相対性がある原理論から出発して、これで相対性をうまく破って、それで QCD を実現しようという話になります。とにかく10次元の最もハイエナジーだったときには相対性があるような、そういうセットアップ。で、もう一つの特徴は重力を含むということですね。このどのこの物質を見ても、自然に重力を含んでいます。で、昔からその量子重力理論をいかに構築するかというのが大問題で、量子重力理論を、大体なんか重力理論ってすごく量子化すると食い込みができなくて、どうしても矛盾が生じる、発散が生じるような理論になってしまうのが問題なんですが、この原理論というのはうまいことその発散が相殺されて、有限なまともな理論になっている。というのも、プロの話です。この禁止、超限理論が、なんか、セオリーオブエビデンスなのか、究極の超限理論なんじゃないかと言われる、一つの理由だと思います。で、こういう特徴があるわけですが、今日お話したいことは、これが
ある状況で、原理論としては、まあ、もっと言うと、ある曲がった軸における、対立上で表現になる。プラス
実験体化できるんですか。実験体化して、この理論の正しさを検証するということが可能です。検証できるといっても今のところこの原理論側の計算というのは完璧ではなくて、いくつかの近似をしないといけないので、その近似は今のところちょっとまだ粗っぽい近似なので、バッチリこの原理はこの値になるというよりは大体この辺この辺りの問題で出てくるだろうというちょっと緩やかな原理しかできないので、完全な検証ができるというところでは言えないと思うんですけれども、とにかくいろんな物理量、実験で比較しうるいろんな物理量を我々にも計算することができて、それがどのくらい実験と合うかなと比較をするので、これはとても楽しいことです。原理論という面といっているのは、はい、厳しい真面目にといても、それを計算と対する物理量を計算できないと思います。そういう量もありますね。ナティスとかで他の手法でなかなか計算できないようなことも一応予言する。ただ、今回の方法内では、原理論の計算で、他の手法で、例えばラティスだとか別の手法でも計算できるようなことかもしれないんですが、例えばメソンのマスターとか、バリオンのマスターとか、相互作用のとか、そういう量を原理論で計算できる。で、それは実験値がすでにあるので、比較してみて、合ってるかどうかというのを調べることができるという感じです。よろしいですか。メソン波動、メソンバイオンっていうことでしたけど、カラシンレットだったら何でもいいけど、グルーボールもありますね。グルーボールもあります、ね、全部出てます。そうですね、今日目次の中の中にはグルーボール含まれてなかったんですけども、そうですね、だから今回の講義ではグルーボールについてはあまり話さないんですけども、グルーボールも出てくるので、グルーボールを含むような相互作用とか計算されていますので、
考えることもできるので、あえて、まあ、今日はタイプ A、タイプ B はクローズストリングとオープンストリングを両方含むようだという言い方をちょっとしてみます。それでまずクローズストリングから言いますと、さっき言ったようにクローズストリングというのはこの輪っかみたいなので、これが運動を実施したらピンが今振動しているような、そういう要素で、この紐なんですけども、紐の長さ、典型的な長さのスケールというのがこの理論があって、それをレベスと変わったりします。これがストリングレベスという、まあ、普通原理論といったらこの LS っていうのはとても小さい、値で、考えたいエネルギースケールに比べてちょっと小さくなってきた。ちょっと考えたいエネルギースケールを E と書くと、この紐の長さが十分短くて、紐の長さが十分小さい。この LS のスケールよりも、考えているエネルギースケールに比べて、この紐が十分小さいとき、ほぼ転流式を、これでもってさまざまな素粒子を紐で表現してある。今現在素粒子というのはいろんな種類の素粒子がされていますが、それが全部こんなふうにして、たった一つの紐から全ての素粒子が作られているんじゃないかというのが、さっきちらっと言ったセロリオベルゼキの考え方で、まあ、とにかくこの紐がもうすぐ小さければ、これは、粒子みたいに見えるんですね。で、どんな粒子が出てくるかというのは、これはこの紐理論の量子化を考えておきまして、結構大変な理論ですね。量子化を。大体原理論の勉強を始めると、この量子化の仕方を勉強するわけです。それで、何ヶ月か、格闘してくれるわけなんですけど、この防御の範囲内でこれをやっていると、それで終わってしまうので、ちょっとこの、どうやって量子化するかとか、その量子化してどういう粒子が出るかという、その元からの議論は、全部のことを証明したいと思うんですけども。ちょっとだから、結果だけ書かせてください。ローズストリングから出る、ハスレス粒子、まあ、粒子というよりバーを書きたいのでバーとなります。もうその粒子を何分で表現するときの
場をちょっと表に書いてみると、この円の量子化をした暁に、どういうマスクス粒子がマスクスから出てくるんだろうということを忘れてしまっていて、特になんか NSNS セクター、ラムナノセクターというなんか変な名前がついてるんですが、NSNS セクターについては、まあ、ちょっと書いちゃってから説明しましょう。範囲と書かれるスカラーと GPU、GPMM と書かれた、グラビトンですね、EPMM、それからラムダモーターというのを書いて、これが CPMM、それでフェルミオンのマスター、フェルミオンが書かれるとして、ファイと GMM と EMM とか。
で、そこに書いたのは、これがゼロなので、ですから、これがゼロなので、で、こいつがこう。方法を言ったら、なんかセルフグラリティコンディションっていう余計な条件を重ねていけないんですけど、まあちょっと細かいことは置いといて、大体まあこういう場が出てくるということは知られています。これでマスクセクターのフェルミをちょっと省略しちゃいましたけども、セクターで言ったらもう全然尽きています。で、この運動テストも調べていて、その運動テストを出すような作用も調べています。で、こういうこの言葉、マスクスバーの従う、なんていうかな、この原理論の定年理由法理論で、このマスクスバーがどういう振る舞いをするかというのを組み立てる理論が、超重力理論です。相対称性のある重力理論のことを超重力理論と言いますが、この重力を含んではですね、さっき言いましたように原理論は重力を含んで、で、あと相対称性もあると言いました。相対称性って今回の話では全然出てこないので詳しくは言いませんが、ボソッとフェルミオンを入れ替えるような対称性が含んでいると言っていて、そういうボソッとフェルミオンを入れ替えるような対称性のある重力理論というのは重力理論。超重力理論も、漢字5文字なので、よく、スーパーグラビティをさらに略してスグラと呼ばれる。これから僕も超重力理論というよりはスグラと書いてしまうことが多いと思います。クローズスイングと同じように記号ですが、端点のあるこういう開いた紐、これもやっぱりこの辺ですが、スイング理論の長さを特徴付けるパラメータ S のぐらいの設定的な長さを持って振動しているものだと思ってください。でこれも
レスが自分で小さければ、自分で小さければ、まあ、天竜師匠それで、どんな粒子が出てるかというのは、さっきのクローズピンと同じように、この弦の量子化をして求めます。ただ、オープンストリングの場合、クローズストリングとの違いは、このオープンストリングのこの端点の境界条件を定めないといけない。で、この端点の境界条件によって、どんな粒子が出てくるかというのが変わってきます。境界条件。
で、これで自分がちゃんとこのシステムで作るかどうかというのが大きな問題で、まあ、それを人々はちゃんと調べて、実際こういうことが実現できるということを確かめました。で、特にこのデブっていうのは、あ、それでこういうことを、ちょっと続きます。
タイプ2A かタイプ 2B かによって、許される P の値が変わってきて、タイプ 2A の時には P が0、偶数ですね。タイプ 2B の時には奇数です。ここまでいくと Q まで考えたくなると思うんですけど、Q を考えると、気温が生じないような形で導入しようとすると、あの周りが生じてしまって、抵抗システムとならないので、ちょっとじゃあ、考えてみましょう。この辺の詳しい解析も、全部省略するものですが、ちょっとこういうことが知られているということで、見てください。ちなみに、この滝のが生じるような状況っていうのは、前世紀の90年代の終わりの時に、随分研究されて、前回僕は、
そういう、だからこのバスベース、そのバスって言えば、キーがマイナス1の時はこのゲージがいなくて、単にスタラーが10個あるという状況といいます。ただ、普通のバブルではなくなっちゃいます。他の方は質問ありますか？スペースライクな多様体を考えるとってあんまないんですか？ ありますね、あるんですけど、特にあそこですね、なんかインスタント効果みたいなのを考えるときにはそれが出てきますね、ありますが、今日は大体出て登場するディープが全部時間方法にも載っていると思ってます。他の方はすごいですか？はい、ゆっくりディアンな場合考えるときは、そうですね、ゆっくりディアの場合は、うん、時間も区別するんで、そうですね、ゆっくりディアの場合は区別する理由がないので、ね、まあ、どっちでもいいです。ただ、Dブレンという言い方は常に多分近すぎ次元です。まあ、ゆっくりディアで特に時間方法を無視しましょうみたいな時にはその方法は分からずに利用すると思います。まあ、何か、その場っていうのはどこに住んでいるんですか？あ、この場、N 上に住んでます。この N 上。部屋を凝縮した分、貸しにしたらそこなんでしょうか？あ、そうですね。これがとても短かったら、あまりこの、今の分想像されているのは、M というのがこうあって、これは、N 上は端点しか拘束されてないので、こっちで言うと伸びてもいいんじゃないかと思いますね。それは正しいんですけど、特にこの紐の長さがとても短い状況を考えると、こんな上の方に長く伸びることができないので、まあ、せいぜいこの M の直近棒ぐらいしか、こう、ちょろっとしかといけないわけです。そうすると、これはとても小さい時には、M 状に拘束された粒子だと思うわけですね。でそういうことがあって、この M 状のデジバーが、このバブルは M 上に住んでいる。これ、X 座標の性はあるんだけども、M 上の座標を短いようにしないような、そういう状況です。
に考えるのこのイーグルが、イーグルが、天外、重なった、同じ場所に重なっている状況に重なった。これは、今の書いてあるの、今の書いてあるのが、いっぱい、N 枚を重なっている。これ的には、ちょっと話が変えていますが、全部一体重なっている状況を想定してください。こういうような状況です。こういう時も、オープンストリームの考えを取り入れて、特にこのオープンストリームの端点が同じディープレーンではなくて、別のディープレーンを持っても良いので、いろんな種類の端点を考えられますね。こういう書き出すと、端点にちょっとラベルをつけておいて、A と B というのが、1から N とかするとか。あ、ごめんなさい。すみません。これはその、なんか、このラベルは A 番目の B 番目という意味です。こっちが B 番目の B 番目の C と。さっきは探偵がどの D 面に乗っかっているかというのを区別しませんでしたが、同じ D 面に乗っかっていることを想定しましたが、N 枚重なっていると N 枚のうちの A 番目に探偵 A 番目から出て、B 番目にまたくっついて終わるというそういうオープンストリームを考えることができます。でその時にさっきオープンストリームから原子バーとかスカラーが出ると言いましたが、このラベルが持っているので、このラベルを囲んで、書かれているゲージバーとかは、この A と B というラベルを持っています。あと、Aと思いますか。で、これ、ちょっとこう書くんですけど、これ A とか B というのは行列の端だと思うことですけど、これこの N 掛け行列になるんですね。でちょもうちょっと調べるとこれが N 掛け行列なので、この原子バーがThank you.
ましたでしょうか。よろしいですかね。はい。今、部分体の体は、N 前に同じ場所にあるあ、そうです。はい。体の体としては1個同じ、1個の体の体を指定したんだけども、そこに異なる DNA が N 前、異なるというか同じ DNA、同じ種類の DNA ですが、N 前重なっていると思ってください。同じって言ってるのは、あ、そうですね。ちょっと言い方があるんですね。その一枚一枚異なる部分体が、同じ場所に、こう引き離すことができるものを動かしていって同じ場所に重ねたというそういうイメージです。いいですかね。ちょっと言い方が変ですけど、同じ一個分解体があって、そこに異なる、異なるという体ですね、同じ DNA なんですが、もう一回言いますと、一個分解体を選んで、N 前に近場という DNA をどんどん動かしていって、同じ場所に重ねたという、そういう感じです。そしたら N 前の D ブレーンで全部ファイアイの値は同じになるっていう。あ、そういう感じで、こういう場合どうなるかというと、こうやってバラバラになっているような状況というのは、よし、これがその XI 方向だと思ってください。軸が XI 方向で、この場合というのはこのファイアイっていうのは、まあ、N×N 行列になったので行列なんですが、これが、なんかの、この値はそれぞれ違うというような。あと忘れようときは。こういう状況、これで値が全て違っているような状況というのは、N マイの D 面全部バラバラの位置に配置された状況で、この値を全部0にしたのが、B 対0が重なっているような状況。すいません。あ、後ろの方が早い。あ、いや、ユニタリセットは何かの条件から出るの、ユニタリセット、あ、ユニタリ、あ、全部ユニタリのものを考えています。というのは、何かの条件から出るの、あ、ユニタリ群が出てきた、あ、これですか、はい、そうですね、もうちょっと細かく言うと、どういう言い方したらいいのか、あ、まずユニタリでなかったら、いろんな本システムを作れないので、ノンユニタリの形式というのは、まず普通は考えないです。簡単純であれば、とりあえず T が入れば、ね、だから入りたい、大きな入りたい群の部分であればいいわけですけど、ああ、ただ、まあ、入りたいということをこれをちゃんとしないとか、どういったんですよね、この一個一個の D 面が出てくるストリングから、それからゲージバーの、なんか1個目のゲージバーが出てきて、なぜかこうか、かっこいいですというか、よいしょ、で、あと、この間を使うこのスクリーンから、なんていうか、ダブルとか、なんていうか、キツイとか、こういう、別のベクターゲージバーが出てくる。で、この端点を持ってると、端点が難しいですね。端点がこのゲージバーの、電荷を持っているということを示すことができて、で、この電荷を持って、こういう間を使うスクリーンっていうのは、この A 括弧1、A 括弧2と書いたこのゲージバーの、電荷を持ったようなそういうベクターバーだということが分かって、でそうするとどういう電荷を持ったベクターバーが出てくるかというのを調べることができて、それを全部つなぎ合わせるとちょうど有名のゲージバーが使えるという、そういうこれが有名のゲージバーの対角性能になっていて、こういう間を通すストリングから出てくるゲージバーというのは、その非対角性になっているというのを示すことができます。ちょっと詳しい話をちょっとしてないので、これだけで理解できないかもしれないですが、まあ、とにかくそういうことでしょう。リーブレンスオイジの上下は独立されているんですか？リーブレンスオイジ、A1 で言うと AB の上下は独立されているんですか？上か下かというんですか？実はストリングには、ちょっと言わなかったんですけど、そういう意味では向きがあって A から B へ出るというのと B から A に行くというのは区別があるんです。そういう意味で位置づけがあると思ってます。それでちょっとこの辺ではこの A から出発して B に行く、
言語が、A を上に突き出して B を下に突き出しました。ただのタイプ1ストリング理論というのは別のストリング理論があって、それはこう無機質を反転する対象性であるような操作をするので、そうすると A を上付け、この無機質がなくなるわけですね。そうすると、この無機質がないような、上下の区別がないような、そういう状況もあって、その時は形軸が SO になったり、SP になったりとか、そういうことが起こってきます。ただ、ちょっと、今日はタイプ2、A とかタイプ B を考えて、その時にはストリングの気づけがあるので、それでちょっと A、B と E を区別しました。他何かありますか？あ、どうぞ。速いって、有限複雑してるんで、変身を破るってこと？あ、その通りです。変身を破ると、画面出てくる難度ストモードです。で、回転に対抗するようなものですか？あ、回転を破ってますが、回転に対して、回転を破ることについては、新たな難度ストモードは生じない。さらば、下の、職業界に対象性と、ちょっと違うところですね。軸の対象性を破る場合には、普通の難度の定義が適用できないということがしよろしいでしょうか。
で、その大発展を支えた一つの理由は、こうやってリブレを使って、原子論を構成する、簡単に構成することができるようになって、そうすると原子論の性質、原子論と、原子論のすごい密接な関係があるということが分かってきたわけです。でこれでもって、例えば、原子論の非接動的な解析をして、原理論の非接動的な性質を調べるということが可能になったんです。でそれだけでもなくて、例えば、なんですかね、原理論の中で、例えば、ブラックホールみたいなのを考えるときに、そこの対応関係を知っていると、それが原子論の性質を調べることで、ブラックホールの性質を探ることができると。そういうことができるようになったんですね。そういうことが可能になった、根本的な、なんていうか、ブレイクスルーが、この発見だったんです。はい。まあ、研究心理だけだったらいいんですけど、サンダーボールの仕事の時に、両方のゲージにチャージ持ってるようなのを作りたかったら、なんかこう、インターセプトしてるのを作らないといけない。そうですね、はい。それはあるかないかで、今、なんかお答えします。関係ありますね。だからこのゲージ論といっても、いろんなリベンをリベンインターセプトしている状況とか、いろんなものを考えることによって、いろんな種類のゲージ論を実現できるので、とてもやっぱそういうなんかよく出てくるな。で今日もちょっとインターセプトした話、後でします。今言われたのをちょっと言いますと、こういうような状況です。これリーベンですが、別のリーベンが別の方向に向いている。でこっちが例えば N1 番で、こっちが N2 番だったとすると、なんていうか、なんか例えばこういうストリングを考えることができますね。でこれを例えば伝えるとかってすると、でここから出てくるバーを伝えるとかってすると、このさっき AB という足を書いたのと同じように、なんていうか、A と I とかです。この A と I という足を持っていて、A っていうのが1から N1、で、I っていうのが1から N2 みたいな。つまりこの A っていうのがこの、縦方向に伸びた D 面を、D 面を指定する足で I っていうのは横方向に伸びた D 面を指定する足でそれぞれこの足の範囲が異なるというのがそういう状況を考えることになります。でこれちょっと後で出てきます。EI パートちょっと
と全部、全部カウントするので、どうしようかな。まあ、ちょっと一応まず考えておくと、住んでるのは、やっぱり住んでるちょっと、展開した話を聞きましょう。
回は、デブリーファイナーシこれだけでいいかな。これで、ね、つけてますからね。で、ちょっとあの、知ってる人は、ビーバーが入ってないじゃないですか、見直してるんですから、今ちょっと、ビーバーゼロしました。あとで、出てこないので、あ、まだ DBI バーガーしか書いてないですが、ちょっとこのノーテーション、質問ありますか？ ニュー L ですか？ GNL ですか？GNU、あ、ごめんなさい、GNU と申しました。L って言いますね。あ、あれ。よろしいですか？この
機は全部微分形式の積分。これは微分形式。C5 とか C7 とか C9 っていうのは、かからなかったじゃないかと。
考えたんですけども、確かにその通りで、これあの、この月1と月7はあのデュアルな関係にあるもので、ちょっとどうしようかな、あの大体法律なものですけど、月1とあの微分形式の統一デュアルのことを知っていると、もう大体まあこんなものなんですけど、なんとして何か、ちょっと言葉の意味を知っていることを仮定して説明すると、 C1 とデュアルの関係になる C7 というのを導入しておいて、そういうふうにして足しておきます。 C3 と C5 も同様で、これが4本で、これが C5 となりますね。で、CQ というのもあるんですけども、これもちょっと導入しておいて、それで形式的に立ち上げたものを考えます。で、またちょっとその、ややこしいところは、どうしてあとですかねって、ちょっとよくわからないという方が少なかったものとして。さっきは Q とか考えたら先読んでできちゃうから、はい、なんかなんかそういう意味ではこれはですね、この P っていうのは P にしなければですね、CQ っていうのは、D8 に対応するもので、これは縦を生じないやつ、マイナス1はさっきは考えたけどこれは考えない、あ、ちょっとノーテーションが悪かったわけです。どうかみたいな、こうちょっと文字を変えましょうか。さっきの D ブレの P と全然違うものだと思います。こうやって次手で消しちゃうと手が真っ黒になるんですね。で、あの D ブレとの関係は、これはあの、D、何やろ、N-1。で、P が N たす1ですが、N たす1、そうですね。と、何かあるんですけど、ちょっとこの言葉の意味がすぐにたどりますが、それで、この DX の数が P4 だったら P4 という形をするので、これは N4 ですが、この言葉、これをこの形式的なこの立ち上げと、この形式的なものの立ち上げをこの中に代入すると、いろんな次数の微分形式が出てくるんですが、そのうち、P たす1次元の部分だけを取り出すということをこのノーテーションでは約束しています。これはあの、すいません、はい、トレースは何か、はい、あ、トレースの定義というか、あ、トレース、はい、この形式のトレースを取ると何になるか、あ、これ、ですね、このトレースなんですけども、こういうものなんですが、このトレースは次元軸が進化する。
さっき言いかけたのがあって、これ、これのうち、引き出す事項。はい、じゃあ。